やれやれ、式場の方は綺麗だといいんだがな。こんな中にいるが、確かに不法侵入だ。古い設備を新調すべきだな。今の聞いたか、一体何のイベントをやってるっていうんだ。心臓は脈打ち、血潮は流れる。心臓は脈打ち、血潮は流れる。何か妙だぞ、ボルトハンター。愛するエレノア、改めて君に愛を誓う。私もよ、愛しいヴィンセント。ガイシアンは我らと共に。愛する人よ、我らは永遠。この世のいかなる災いも我らに手出しできない。我らの邪魔をする者は皆砕け散り、我らの絆を阻む者は皆滅び去る。愛してる、エレノア。愛してる、ヴィンセント。俺たちは永遠よ。あれって結婚式だよな。まあ少し見学したって文句は言われないだろう。また鍵がかかってる。これもハッキングできるんじゃないか、ボルトハンター。もちろん今のは言葉のあや。ガイシアンは二人ずつ喰らい、我らの絆は強くなる。穴に人を放り込んでやがる。おい、ローブの腰抜けども、その薄汚い手を離せ。何の騒ぎだ。ああ、ダーリン、来客のようだ。再生が叶ってから遊んでやりましょう。絆の同志よ、ミミズどもの相手よ。完璧な式場のためだ。やってやるぜ。ガイシアンの導きだ。よし、撃ちまくれ。
解けやがった。教祖とも自分で戦ったらどうだ。コスプレ野郎どもじゃ力不足だ。見たかい、エレノア。ミミズにも牙があるようだ。そうみたいね、あなた。久しぶりに楽しませてもらえそう。そうだね、ダーリン。ボロボロの器だが多少は持つ。遊んでやろう、ミミズども。全ては無駄なあがきだ。お久しぶりだ。なんだこの指輪は。新たな器か、うん、なかなか良さそうだ。悪魔め、何も恐れることはない。ウェインライト、私が癒し、お前を生まれ変わらせてやろう。振動は渡せない。私のものだ。ウェインライトはデストラップに任せて、ローブの奴らを追い払うわよ。ウェインライトの心が手に取るようにわかる。宿主の資格は十分だ。連れてきてくれたことを感謝せねば。何が起きたの？パンフレットにこんなこと書いてなかったけど。
理だ。不死身の体も慣れると退屈でな。たまには刺激を求めるのもいい。幽霊になれたらお前に取り付いてやるか。味を教えてやる。ちょっと予定外のハプニングも起きたけど、どうってことないわよ。あ、でも一応ハマーロックに話した方がいいかも。何が？ウィニー、どうしたんだ？うん、出てけ。俺の中から出てけ。うん、ボルトハンター君、何があったんだ？式場に行ったら、変なカルト信者に襲われてさ。すぐに良くなるって、多分。君がいてくれてよかった。あ、意識が戻りそうだぞ。ウィニー、大丈夫か？心臓は脈打ち。目を覚ませ、ウィニー。おう、ボルトハンター、うとうとしてたようだ。きっと飲みすぎたんだな。俺のショットガンを持っていけ。今は手元がおぼつかない。せっかくの祝いだというのに、とんだ滑り出しだったな。しかし君たちのおかげで丸く収まったようだ。とにかくこれでもう大丈夫だろう。高きお客様方、少しよろしいでしょうか。
こちらへお越しください。どうぞ。カウンターの方へ。なあそこの君、ジョークを聞いていかないか。エラからどんどん出てくるのさ。テーブルクロス、披露宴用のテーブルクロスを忘れた。やらかす気はしてたよ。若き新郎殿はまだ危機を脱してはおられません。彼はあるものをロッジに持ち込みました。何とかしてあの指輪を外させてください。幸せなお二人には感づかれないようどうかお気をつけて。どうしてこんなことに。もう大丈夫だアリスター。妄想に囚われたローブの変人どもに出くわしたんで、礼儀ってのをサクッと教えてやったんだ。心配するほどのことじゃない。ねえウェインライト、そのイケてる指輪ちょっと見せてくれる？ああもちろんだ。器は選ばれた、あとは時間の問題だ。ウィニー何を言ってるんだ。何って別に、いや分からない。言われてみれば一瞬ふっと。やはり思った通りです。お客様もう一度よろしいでしょうか。どうぞカウンターの方へ。彼の指輪には上妙の者の理解を超えた力が宿っています。このロッジがいくらかその力を抑えてはいますが、それにも限度があります。何とかして指輪を外してください。さもなくばあの方は永遠に結婚式を迎えられないでしょう。バートン・ブリッグズという男を訪ねてみるのがよろしいかと。彼は秘密を暴くのがなりわい、いわゆる私立探偵です。指輪のことを調べる手助けをしてくれるでしょう。アイウィットネスへ向かってください。どうかお気をつけて。先ほどの騒ぎで傷だの同士は荒れています。町は危険でしょう。もちろんここに残られても構いません。快適に過ごしていただくことがこのロッジの存在意義ですので。良好な関係を築く秘訣は情熱を共有することだ。ウィニーと私にとってはヒゲを整えることと鉛の矯正だな。